おはようございます。いや、なんで笑ってんのかわかんないんですけどね、自分でも。とりあえず朝9時なんですよ。で、今日もいつもの通りですね、ドロールコースト一発回りをやっていくわけなんですけど、寝起きの今全然頭が回んないんですよ。なんで今日はですね、簡単な一発回りで脳を起こさせてドロールコースに行こうかなと、そう思っております。ということで、はい、どうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、バネかけるトゲゾウコーラということで、クリア率は 0.12%。 775回チャレンジしてるのにまだ一人しかクリアしてない、鬼畜ですね。いや、違うんだって。こんくらいの難易度をやらなきゃ僕の脳が覚醒しないと、ケン君さんが言っていました。やっぱやめていいですか。いや、そんなぬるいことは言ってられないね。先生、僕たち、私たち、このコースをクリアして、このコースをクリアして、全力でトロールコースに挑むこと、全力でトロールコースに挑むこと誓います。以上、ピオキングでした。さっさやってっていいですかね、もう。すいません、長くなりました。それじゃあ早速やっていきますか。トゲゾウマリオのままゴールだね。っていうことは、バネとトゲゾウが一緒にあったと思うんだよね。このトゲゾウをどうにかして持たなきゃいけないっていうことでしょ。うわ、やっぱ普通に下に行ったらやられるよね。っていうか、下に行くしかなくない？下に行く術以外なくない？だって、うわ、これマジでわかんないね。すげえ謎解きが朝から来たな。じゃあこのスピンジャンプで行ってみるね。スピンジャンプでこのトゲゾウ取ってみます。うわ、ダメだね、これでも無理なの。もう諦めたいぐらいですね。このスピンジャンプぐらい僕の脳もフル回転してくれればいいんですが。めっちゃギリギリ攻めてみるね。このギリギリで、うわ、ダメだね、持つことはできないね。で、下に落ちたらやられるんでしょう。これは謎すぎでしょ。検証タイムということで、このようなコースを作ってきました。あのコースをね、10秒以内でどんどんやってっても攻略できない気がして、このコースでどうやって特装を持つことができるのか検証していきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。まずこの状態で、まあ降りてもね、無駄だとは思うんだよね。じゃあさ、無敵状態のままだったら持てるのかな。いや、持てへんやん。じゃあどうやって持つのよこれ。じゃあヒップドロップしてみるね。ヒップドロップで持つことができるのか。やっぱなるか、マジでわかんねえぞこれは。じゃあ走って持てないか試してみるね。うわ、やっぱダメだね、ストーリーしてしまうね。でもさ、バネがちょっと動いてなかった。これ端っこらへんでバネを動かして取るみたいな。ほらほら、なんか動くときと動かないときがあるんだよね。どうやって 100% 動くようにするんだろうね。ちょっと探ってってみる。わかりました。皆さん、このバネに乗るギリギリの場所があるじゃん。ここで普通にジャンプしてもバネがね、反応するときと反応しないときがあるんだよね。で、これを 100% 反応させるにはジャンプボタン押しっぱ、そしたら 100% バネが反応してくれるんだよね。もう着地するときも A ボタン押しっぱみたいな。で、その状態で下に行く。そしたら神がコラボってる。なるほど、そういうことか。ありがとう。それじゃあトゲゾウの持ち方は分かったからね、本番やっていきたいと思います。このバネのギリギリの床の場所でジャンプすれば、あれ、バネが反応してくれね。この地面が邪魔でね、反応してくれないんだよね。これがなかったらクリアできるのに。ぐっそ、続きで壊してまり、その床。やべ、わからなくなってきた。いや、でももう答えは一つだと思うんですよ。こっからジャンプしてマリオをね、多分この位置に連れてこさせて、バネを反応させて下に降りてトゲゾウを持つ。絶対これだよ。いや、それ難しくない？ジャンプしてあの隙間に入れってことでしょ。むずっけ。すげえ地味、すげえ地味だけど、ほんと難しいんだよね、あの隙間に入るのって。いや、何回でもやっていくよ。せっかく攻略法を分かったからね。うわ、惜しい。今の絶対惜しいパターンだよね。うわ、惜しい。もうちょっとだと思うんだけどな。これクリア率 0.1 にも立てじゃないで、ね、いや、カシャー。やっほー。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、トロールフォレストということで、僕の動画のトロールコースでは珍しくクリア率は 2% を超えてますね。さっきの一発マリオで脳をフル回転させすぎました。
いやマジであれ1時間以上かかったからね。そんくらいぐらい難しかったさっきのコース。なんで今日はこのトロールコースをちゃちゃっとクリアしてやろうかなと、そういう企みですね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 2.11%。 そろそろ開幕殺しがあってほしい頃だね。僕求めちゃってるからね、開幕殺しを。なんでしょうかこの気持ちは。開幕クリーボーいや、入りくいな、開幕クリーボーって初めて言ったんですけどね。さあ、この線何が出るんでしょうか。ブラパが出てきたね。そして右、あ、こっちはブラパが落ちてきたよ。このハテナブロックで倒せないから。うわ、火が出てきた。っていうことこれもう積んだ感じかな。これはこの四角は何。なるほど、バレな、右上に行けっていう感じか。そしてドアに入ると、はいもう全て分かりました。きっとこのハテナブロックをすぐ叩いてドアに入れと、そういう感じでしょう。きっと左のドアも気になるんですけどね。あっ、カフェをこないでそれじゃあこのドアに入ってすぐ右に渡れと、それで竜巻が抜けれるっていうもんでしょよしよし、来ました。さあ、ここでハテナブロックがあるね。これは何だろう。ひ、うわ、どうしよう。これ左に行かなくちゃいけないんじゃないの。しかもこれ5つあるね、行き道が。一番左行ってみようか。5分の1だね。今日は5分の1が当たる日だよ。頼む。あ、なんでここだけハテナブロックが。いいよ、近くないで。お願いだから向こう行って。あっつー。大体2分の1を外すのに5分の1とか当たるわけないやんかじゃあ一番右行くね。これでいいのかっていうか、これ5分の1外した感じ、どんだけ運が悪いのよ。あ、大丈夫。待って、モグたちが出てきてるよ。このモグたち全部倒します。全部出てくるのかな、どうなんだろう。1個くらいなんかアイテムとかありそうなんだけどな。1回全部叩いてみるね。これは一番立ち悪いんじゃねえかこれは行くよ、僕はこっから行きたいと思います。はだじゃあここは何もしない方がよかったね。このまま上に行けんね。あら、どっかでオンオフをしてこいってこと。この下に行けってことかな。もしかしたらそれでオンオフが変わるみたいな。ほら、ワンチャンありえるよ。これが正解なんじゃないの。よし、来ました。これで上に行けるっていうことか。さあ、進んでいきますか。このブラパは出さないようにしなきゃね。あ、待って、もう出るは大丈夫。さあ、右と左どっち行こう。右が正解。今日はなんか右がいい予感がする。ボキャーン。クリア率 2% も視野に入れようかなって思いますクリア率 2% もかなり難しいね。そしてここ気になったんだよな、左なんだろう。あ、左は入れない感じだよ。もう右しか行けないっていうことが分かったね。さあ、ここでジャンプをしろっていうことが分かった。ほい、来ました。ここでちくわブロックに乗って右を疾破するね。それで合ってる。やった、中間ポイント。今日は優しめだね、中間ポイントの取らせ方が。さあ、ここでオンオフをすると何が変わるんでしょうか。何も変わらない感じか。じゃあここで、いや、鉄球と思ったんだけどな。このまま上に行けとくと。なるほど、これがなんか鍵となってるよ。なんでしょうか。なるほど、この状態で右に行けるっていうわけ。なんかキノコいっぱいあるね。全部取ってもいい感じですか。これはおいか。なんでなんでそこに土管があんのよ。いや、絶対死に耐久じゃねえか、ここは。いや、久々の死に耐久楽しみにしてます。どういうものでしょうか。あれ、これすげえ簡単じゃない。これ死に耐久でもなんでもないよね。優しい。土管は入れんのかな。入れる土管はなさそうだね。そんじゃここはしゃがみボタンを押すなっていうことだったね。なんでチビの場は右に行こうか。このブロック壊れんのかな。頼む、壊れて。なるほど、ボム兵が出てきて壊してくれるっていう感じで。そしてスーパーボールフラワー、これを取って下に行くと、そういう感じだと思うんですけど、このまんま入らない方がいいよ。一回チビになっていこうか。絶対これが正解だよ。頼む、合ってて。おってた見た、うまっ、今日はワンチャンいや、ここ怪しいと思ってたんだよね。わざわざデカ状態を残しておくっていうのが。だって普通だったらさ、キノコとかでいいじゃん。デカ状態を残しておく怪しさ、それを僕は見破りました。さあ、ここは一旦リフトに乗ってすぐジャンプして右に渡る。これが正解だね。そして完全に2分の1だね。今日は当てたいと思います、この2分の1。どっちにしよう、どっちにしよう。
下が正解だよ。上だって針しかないもん。ああいう罠だよきっと。頼む。なにそれ。じゃあここは上だったのかな。上行っても針しかないやんね。ボム兵かなんか出てくるのかな。なるほど、そういうことか。でもボム兵が爆発したところで、え、いやどういうこと。なるほど、左からボム兵が降ってくるっていうことで、多分オフかなんか変わったんだろうね今ので。さあここは左って書いてるな。どっちに行く。左戻れってこと。いや右進むよ。このまま進んでみるよ。どうなるんでしょうか。三択まで持ってきやがった。くっそー、どうすればいいの。三択、一は右行きます。ここで正解であるって。なんで。悔しい。これだいたい2分の1でよく外すのに3分の1とか当てるわけがないんだよ。でも次は完全に2分の1だよ。次こそ当てる。真ん中が失敗だと思うでしょう。頼む、こっちで当てて。おで、大丈夫これは。終わった感じじゃないの。お願いします。だよね。絶対僕が生きてる世界確率がおかしいと思います。2分の1は50分の1ぐらいだと思いますね。次は正解しかないよ。ここ一番左、これが正解でしょ。なるほど、ここでスターが隠してあんのか。わからんやろ。見せてよスター。そして中間ポイントも取ったっぽいね今ので。ナイス。さあここでリンクを取って爆弾で壊していく。あえてファイヤーを取らないでいくよ。このままリンクで突っ込みたいと思います。ここで走って突き刺し。よし、気持ちいい。はっはっはっは。待って、抜けます。うますぎ。そしてここで指でいくっていう感じかな。これファイヤーフラワーだったら取れてないよね。っていうことは合ってたんじゃないの。今の2分の1は正解したっていう感じでしょう。このまま右にダッシュして進みます。はなさあここで待っておけばいいのかな。それとも早めに渡る。多分そうだよ。そうせんなブラパが出てくるもんね。ナイス。ここで右下のドカンか。それともいったんこれやっぱりそんなことしてくるよね。でも僕はこれを抜けて上に行きたいと思います。上なんもない感じなのか。じゃあこのまま右下行ってこのドカンに入るしかないよね。さあ進んでいきましょう。絶対やられたと思った。ここさてここでスターを取って上の土管3つ入れないかまず試してみよう。多分ね土管はなるほど入れない感じか。これスタートに戻す感じかな。そしてこっから何かが変えてくるパターンっていうわけで、ね、さあなるほど左上にスターが出てきてるよ。スターを取った状態でこのまま上に行く。きっとこれが正解。絶対もうすぐゴールあるよ。さあどっちでしょうか。このさ赤のハートと青のハート、いいねとダメのあのあれと思うんですよ。ちょっと言葉が出てこないんですけど、なんで右のいいねが正解。絶対そうだよ。ほら左さなんか針に続いてるでしょ。なんでこれがゴールへの道。頼む、合ってて。絶対合ってるこれ。やったありがとうございます。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。